はい、皆様こんかがでございます。3月23日土曜日、時刻は夜11時を回りました。かがらじ第3回の放送でございます。皆さん今日も一日お疲れ様でした。今日は23日、ミュージシャンで言いますとブラーとかあとゴリラズで活躍されております、デーモン・アルバーンさんのお誕生日です。おめでとうございます。まあ言ったらバーチャルミュージシャンのある意味大先輩の方ですからね、この方ある意味というかもう正真正銘バーチャルミュージシャン、いわゆるバーチャルミュージシャンの大先輩ですよね。おめでとうございます、お誕生日。あと、今日は3月23日世界気象デーということで、最近、気象が荒ぶりまくってますけどね、皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね。私もちょっとここ数日すっごい寒かったんで危うく体調崩しそうになりましたけど元気でやっております。いつになったら春はやってくるのっていうね、はい、そんな感じで、犬山かがりのカラージ、3回目を迎えました。リアルと二次元の狭間のどこかにあるかがりスタジオより 全世界に向けてオンエアしております。私リアルと人間の狭間でバーチャルミュージシャンとして音楽活動をメインでやってます犬山かがりです。初めての方はじめまして、よろしくお願いします。はい、こんな感じでですね、今日は事前に X だったりとかその他ブルースカイとかで予告してた通りですね、トークテーマガチャ前回と同じようにやりつつも、前回の2回目のかからじでちょっとリスナーの方からアコーギをちょっと始めたいと思ってるけどどういう選び方すればいいんだろうっていうすごい面白いご質問いただいたので、それちょっと前回お答えさせていただいたんですけれども、今回ちょっとそのご質問がすごく私的に面白かったので、現役バーチャルミュージシャンがおすすめする初めてのエレキギターとエレキベースの選び方特集ということで、ちょっと長めに時間をとって中盤からこのテーマでトークしようと思ってます。
まあもうすぐ4月なので、新入学シーズン、新生活シーズンになりますので、入学したりとかしたら、サークルとか部活とかで軽音部やってみようかなとか、バンドやってみようかなっていう方のちょっとでも、まあ、配信もし見られてる方いらっしゃったら、ちょっとでも、なんか、アドバイスになればっていうのもおこがましいですけどね、なんか、そんな感じに配信になればいいかなと思っております。あと、ありがたいことに、今回もお便り、なんつうか、いただいております。ありがとうございます。番組の後半で、ふとお便りお答え、させていただきますので、そんな感じで、かからじ3回目、今からお送りしておきますので、よろしくお願いします。はい。ということで、早速ですけれども、トークテーマガチャが、背景でスタンバイしております。未だに慣れないです、私。3回目なんですけど。あんま、さすがに慣れたのって思うんですけど、はい。さすがに慣れたのと思うんですが、全然慣れませんね。これだけは。ということで、すでにスタンバイされているので、これね、ただちょっと特典のガチャ、たまに、まずい質問が出てくる場合があるので、ちょっと申し訳ないですけど、今回から、事前に私がこれ映して大丈夫なのかっていうのをチェックしてから映させていただきます。ただ、もうよっぽどな、完全にアウトな質問以外は、頑張ってお答えしますので、ご容赦ください。ということで、早速始めていきましょうか。はい。あー、いきなり重いやつだ。どうしよう。はい、じゃあ、トークテーマガチャやりましょう。はい。最も過酷だった仕事学校での出来事は、割と結構ありすぎて、逆にと一番最も過酷だったのがどれかっていうのがパッと出てこない。なんかこれ単純に嫌な思い出ってことでしょ。だって私にとって正直ですね、私過酷だったけどすごくためになりました、ありがとうございましたっていうの、うん、出てこないですね。なんか逆にためになりました、ありがとうございましたっていう感じのやつはあんま過酷と思ってないんですよ。きついなとかは思うんですけど、あんまり過酷とは思えずにできちゃった感じがあったので、逆にもう二度とやりたくないみたいなのはもう本当に純粋に嫌な思い出としかとしてしか残ってない気がするんですよね。なんかじゃないですけれども、すごく嫌いだったのが学校で定期的にやってくるスポーツクラス対抗スポーツ大会みたいなやつ、あれがもうとにかく私は苦痛で、しかもあれって、ね、なんていうんですかね、まあ小学校から中学校高校って上がっていくにつれてだんだん嫌なイベントに進化していきますよね。うまくその辺いなせればよかったんですけど、私、まあ、そんな器用な方でもまだなかったですからね。純粋に、あとは、なんかやっぱり嫌なことって記憶から自動で消去されますよね。私だけかな。これ、一種の防衛本能なのかと思うんですけど、すごく嫌だった思い出って、なんかなかったことになってることが多いですね、私。特に私、小学校、中学校、高校とかっていう話をすると、中学校の時代が特にすごくしんどかったのですよ。学校生活というやつが。で、
今思い出そうとしてもきれいさっぱり記憶がないんですよね。学校でどうしてたかとか、なんか大丈夫ですよ。そんな、なんていうんですか、まだまだもっと過酷な生活を送ってた方はもちろんいらっしゃるんでしょうけど、私そんなひどいいじめを受けていたとか、なんかそういうのでは全然ないですよ。単純にただ嫌で嫌でしょうがなかっただけです、学校が。なのでなんか最も過酷だったやつは多分忘れてる気がするんですよね、私本当にナチュラルに。まあ、それ以外でパッと思いつくのがさっき言ったクラス対抗スポーツ大会みたいなやつが嫌で嫌でしょうがなかったですね。あれはもうだから今もう一回やろうって言われても二度とやりたくないですね。はい、こんな感じでいいんだろうか。ということで一回これは一回これは隠しいので、はい、じゃあ次の質問いきましょうか。はい、あ、ダメだ、これハメを外すことってあるって前ちょっと答えたような似たような質問が来たので、ちょっとこれはスルーさせていただきます。はい、次が、はい、次のご質問です。あなたの好きな人が突然記憶喪失になってしまいました。今なら何を言っても信じ込ませられます。何を吹き込ますか。なんかそういう作品よくありますよね。けどなんでしょうね、記憶喪失に相手がなってるけど、けどその後ずっとまあうまく言いくるめたとしても生活していくわけじゃないですか。その人とまあその場限りではないわけなので、だから絶対いつか私の場合ボロが出ると思うんですよね。何を吹き込んだにしても。だからいざその場になるとビビって何も吹き込めないような気がする。ただなんていうかな、もしその人に対して私が何かしら悪い印象を与えてたとしたら、そのことは一切触れないとかね。そういうのはあるかもしれないけど、わざわざなかったことを吹き込ませるってことは私はビビってできないような気がしますね。結構簡単にボロが私そのうち出そうなので普通に怖いですわ、それがなんかバレた時というか。はい、こんな感じでどうでしょうか。ということで、じゃあお次のテーマが、はい、はい、他の人に任せてでもやりたくない苦手なことは何？学生の時はさっき言ったクラス対抗スポーツ大会の選手とかは絶対やりたくなかったですもん。学校ってまあなんか今考えるとうまくできてて、何かしらの役割をどっかで果たさないといけなくなってるんですよね、全員。なんか全てうまくサボるっていうことがなかなかできないわけですよ、学校に通ってる限りは。だからそれはそれでまあよくできたシステムなんだなというのは今ちょっと思ったんですけど、で他の人に任せてもやりたくない苦手なこと、そうですね、逆に私結構苦手なことから逃げまくるタイプなので、今も結構苦手レベルにもよりますよね。私もともとこうやって喋るのってすっごく苦手だったんですよ。活動を始めた時もだってもうこれ過去の配信でも何回か言ってますけど、トークメインのこうやって定期配信やるとか全く考えてなかったですよね。だけどなんかど
同時に苦手なりにこういうラジオ的な喋りをしたりとか、自分の好きなことを不特定多数の人に向けて語ったりするのってちょっとだけ憧れみたいなのがあったんですよ、苦手なくせに。だから他の人に任せてでもやりたくないっていうほどこととは全然違うしな。だから本当にもっともっと本当に苦手なことがあったら何でしょうっていうことですよね。そうですね、いろんな人とのセッションとか、なんていうの、集団行動、一人で行動してるときはそんなにないと思うんですよ、こういうことって。苦手なことはやんなきゃいいだけなので。ただ集団行動になればなるほどなんかどうしてもそういうことって出てくるので、その時に出てきた私の苦手なことを全部他の人にやってほしいみたいな、そういうのはあるかもしれないですね。ひどいやつだな私例えばだからたくさんの人と話しながらなんかスケジュール決めて物事を進めるみたいなのとか、なんか、まあ、結構私苦手だからな。あと集団の中のリーダーとか絶対私向いてないタイプだから、そういうのは他の人にお願いしたいですね。なんかそんな感じでしょうか。はい、じゃあお次のトークテーマは何が出るかな、何が出るかな。はい、あーなるほど、はい、最近見た漫画、最近見た漫画、これまあ最近買って読んだ漫画ってことでいいんですよね。連載中で読んでるやつだと、波を聞いてくれっていう作品ですね。無限の住人書いてる方が書かれてる、北海道のラジオ局舞台の漫画なんですけれども、私あの人の、なんか配信で何かあげたか X にあげたか忘れたんですけど、人のあのハルシオン団地っていう漫画の作品があるんですよ、2巻で完結する。それがもうめちゃくちゃ大好きで、でそれきっかけで知って読み始めたんですよ、結構前に。これ結構前にただ連載はしていて、まだ連載続いてて、ちょっと前にアニメ化もされましたよね。で、さっき言った通り北海道のラジオ局舞台にした漫画なんですけど、なんか途中から新興宗教の怪しいやつが絡んできたりとか、なんか家庭内問題が絡んできたりとか、そういうなかなかカオスな、まあカオスなんだけど結構ところどころに挟んでくるシュールなギャグが私はあの人の作品大好きで、でそれで好きで読み進めてます。とあと何読んだっけな、ちょっと前にあれを読みました、いちごマシュマロの新刊を読みました。あれもちょっとギャグがシュールで私大好きなんですよ、ああいう不謹慎な笑いが結構スローペースなんですけどね、あの作品も次の巻が出るまで、なんであの作品は好きで。その最近買って読んだ漫画ってパッと思いつくのはその2冊ですね。はい、逆にこの漫画面白いよとかあったら教えてくれるとすごく嬉しいです。はい、ではお次はこちらですね。次のテーマは、はい、好きなテレビ番組、映画、ラジオ番組を教えてくださいってことでしょうね。これはですね、まず私、うちテレビないんですっていう、いやマジでないです。テレビがですね、もうなんなら相当、あ
マスターさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ちょっと待ってください。これまずい。チャットが私で隠れてしまっている。ちょっと待ってね。よし、これで見ましたね。あ、改めましてマスターさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。特典ママちゃんをお送りしております。テレビ私持ってないんですよ。家にないです。YouTube 見たりとか、あと Hulu には加入してるので、そこで映画見たりとか、ドラマはほぼ見ないですね。けどあとバラエティとかたまに、ほんとたまにですけど見るぐらいですね。アマプラも前まで入ってたんですけど、今ちょっともう Hulu に一本化しようと思って入ってないんですよ。あとはでテレビ番組はそんなもんですね。言うほど見ないですね。だからでラジオも昔は何よっていうわけでもなく垂れ流すような感じでちょっと聞いてたことはありましたけど、けどそんな熱心なラジオリスナーっていうわけでもなかったです。あとはこっそり実は私他のYouTuber さん、活動されてる方とかの配信にこっそりお邪魔してビビって書き込まずに聞いてることが多いんですけど、よく他の方の配信とかこっそり聞いてたりしますよたまにちょっとコメントチャットさせていただくこともあるんですけど、なんか本当にいろんな方とこの活動を始めてから知り合えたので、相互フォローの方とか、あとは、ね、私自身がチャンネル登録して見に行かせていただいてる方とかの配信とかはちょくちょくこっそり実は見てます。はい。と、映画は、これ、プロフ、自己紹介の歌でも歌ってる通り、私は、不謹慎な笑いのある B 級映画は大好きです。B 級 C 級映画が大好きなのでそれはよく見ます。といっても、最近ちょっと曲作りとかが結構バタバタしたので、年末年始に結構がっつり見て、でその後2月の頭にちょこっと見た以外は見れてないので、そろそろですね、不謹慎な B 級映画成分が不足してきているので、なんか見たいなぁと思っています。ですね、ちなみにマイベスト映画をここで言っておくと、デスレース2000年っていう1970年代の映画が70年代だったかなにあるんですよ結構近未来のアメリカを5台の車が人を引き殺しながらレースするっていうね、映画なんですけどね、それが個人的には私マイベスト映画ですね。最近同じ監督の方がリメイクというかリブートしましたよね。あれはもう本当に大好きです。あとちょっと前にX で他の方が上げててリポストさせていただいたんですけど、ベイビードライバーめっちゃ大好きですね。あれはかっこいいです。音楽もめちゃくちゃかっこいいし、一歩前のカガラジで取り上げさせていただいたザ・ダムドとかもね、車で爆走するシーンで使われてたりします。はい、こんな感じでございます。ではお次のテーマはなんだろう。あー、なるほど、難しいな。はい、ゴビににゃんとご主人様のどっちが現実的ですか。現実的、うん、どちらかというとご主人様の方が現実的なんじゃないのか。だって、あ、いや変な意味じゃないですよ。あ、一応契約上主従関係を結んではそうなるじゃないですか。だけどなかなかナチュラルにずっとゴビににゃんをつけてくれる人ってそうそういないと思うんですよ。
たらごめんなさいね。何を言ってるんだろう。だからご主人様って呼ばれる方が現実的なんじゃないんですかね。だし私自身もそっちの方がなんか自然に聞ける気がするよ。うん、これはどう答えるのが正解なんだ。はい、じゃあお次のご質問があと3つぐらいにしようかな。はい、次はなんだこれ、なんだこれは、ちょっと映しますね。はい、これ私の推しです。可愛いですか。怪文書来たよ、怪文書。これはどういうことだ。誰かの推しマークが実は隠れてるとかそういうことではないんですよね、きっと。可愛いですか。うん、可愛い、可愛い、うん。ノーコメントで。はい、じゃあ次行きまーす、次行きまーす。はい、あー、はい、これちょっと頑張ろう、頑張って答えよう。はい、何フェチ、音フェチです。音フェチですよ。別に変な意味かもしれない、変な意味ではないけど。ですね、変な意味じゃない ASMR 動画とかめちゃくちゃ好きです、私、実は。あんまり、これ、あんまり苦手な人いたらごめんなさいね、本当に。なんていうの、氷の入ったグラスに水を注いでる音を超いい音質で撮ってくれてる ASMR 動画とか、あと、なんだろう、あと何があったっけな。なんかトランプをすごい鮮やかな手つきでシャッフルしてる音が入ってる ASMR 動画とか、私結構そういうの好きだったりします。あとなんか革靴のなんかすっごい硬い足音が反射してるような感じの音とか、なんかその辺は結構好きですね。あとこれ私だけかな、なんか他にもしてる人多分いると思うんですけど、普通にごめんなさい。ごめんなさい。音楽聴いてて、わあ何今のフレーズかっこいいとか、あ何今のサウンドかっこいいって思ったら、結構私同じ曲何回も巻き戻して同じとこから何回も聴き直すみたいなのをよくやるんですよ。なんかやりません、これ私だけ。それもなんかフレーズ単位とかじゃなくて、ワンショットのスコーンっていうなんかすごいかっこいい音とか入ってたな、曲の中で。え、何今のもう一回聞きたいみたいな感じで、何回も何回もそこだけ繰り返し再生するみたいなはよくやりますね。だから音フェチですかね。あと匂いもちょっといいです。匂いフェチでもあるかもしれないですね。金木犀の香りとかめちゃくちゃ好きで、だから全然知らない人の、よく金木犀植えてるお庭とかあるじゃないですか、全然知らない人の家で、なんか知らない人の家の塀のそばまで行ってクンカクンカしてることとか、ちょっと不審者ムーブかますこととかもたまにありますけどね。そういう感じですかね。はい、じゃあ次でトークテーマガチャは最後ぐらいにしようかな。はい、難しいぞこれも。あなたの心の中にある大好きなものベスト10、第2位は、第1位じゃないんだ、第2位。
いいですね。しかもあの、なんていうんですかね、現実にあるものとか財とかじゃなくって、あとは人でもなくて心の中にある抽象的な何かってことですよね。なんでしょうね。しかも第1位じゃなくて第2位ですからね。なんでしょうね。なんか昔行って見た綺麗だった景色とか、なんかそういうの私結構大事にするかもしれない。その第2位かどうかは全然分かりませんけど、なんか結構それ好きで自分の中で反芻することが多いですね。反芻というか何回も何回も繰り返し思い出して、ああよかったなみたいな感じになることは結構あるかもしれません。どこどこの海岸行って、あ、高井田真希さんこんばんは、来ていただいてありがとうございます。トークテーマガチャを、やっております。今日もなかなかエッチの聞いた答えにくい質問ばっかりで困っております。なんかどこどこの海岸行って、なんか夕日がとっても綺麗だったなっていうの、例えばですけど、結構前にもう具体的な場所出しますけど、宮崎県の青島っていうところがあるんですね。九州の、右下のあたり、右下ってすごい雑な言い方で宮崎県民の方に申し訳ないかもしれないですけど、青島っていうところがあって、昭和の時代だとなんか新婚旅行に行く先として人気スポットだったらしいんですよ、どうもそこって。なんか当時の当時の皇太子様、だから平成時代の天皇陛下が新婚時代に確か新婚旅行に行って、そこにそれでなんか人気になったみたいな話だったと思うんですよ。ごめん、これ間違ってたら申し訳ないです。確かけどそんな感じだったと思うんですよ。で、結構古いというか、もうなのでその時代から建てられてきたホテルとか、最新式じゃなくってちょっとどことなくレトロ感のある建物が、ホテルとかも建ってて、で海岸沿いにずっとなんていうんですかね、そういうリゾート地みたいなのが一応形成されてるんですよ。で砂浜は私なんとなく歩いてたんですけど、でその日夕焼けがめちゃくちゃすごい色だったんですよね。普通の一般的なオレンジ色の夕日とかじゃなくて、もうすっごいピンクっぽい紫みたいな、なんかすごいまがまがしい色の夕焼けだったのをすごくよく覚えていて、その青島で見た。だからなんかそういうのとかいつまでも私は大事に大事に撮っておくタイプですね、心の中に。なんか自分で言っててちょっと恥ずかしいんだけど、だから第2位かどうかわからないですけど、結構なんかそうやって見に行ったりした美しいものを大事に大事に撮っておくことが多かったりしますので、そんな感じでしょうかね。はい、ということで、トークテーマガチャをお送りしました。今日もなかなかエッチの効いた質問ばっかりだったな。はい、ということで、では次のコーナーに参りましょう。はい、ということで、今日のメインコンテンツでございます。はい、現役バーチャルミュージシャンがおすすめする初心者のための初めての楽器の選び方、イエーイ。ということで、ですね、まあ冒頭にもお話ししましたけど、もうすぐ4月で、新入学、新生活シーズンでございます。まあ、この4月からね、新しい環境に身を置いたりとか、あとはね、中学校上がったり、高校上がったり、あとは専門学校だったり、大学生だったりになられる方も多いんじゃないでしょうか。で、中には、
なんかこれを機に軽音部入ってみたりなとか、あのバンド活動してみよっかなとか、あとはなんか新ね、ちょっと楽器始めてみよっかなとか思ってる方がいらっしゃるんじゃなかろうかということで、前回のかがらじ第2回目ではマスターさんからのお便りにお答えする形でアコギの選び方編をやりましたが、今日はエレキギター編をやりましょうということで、エレキギター編とあとエレキベース編ですね。あ、楽しみにしてました。ありがとうございますそんなそんな大層なものでもないですよ、私。一バーチャルミュージシャンが、独断と偏見で言うだけですからね。くれぐれも話半分で聞いといてくださいね。ただ、なんていうんですかね。一応、私もバーチャルミュージシャンの端くれなので、簡単にググったら出てくるようなサイトに書いてあることよりは、ちょっと、私なりに、深掘りして、語れたらなぁと思ってますので、お付き合いください。ギターやってる方も、やってない方も、これからやろうと思ってる方も、あんま興味ないなっていう方もね。はい。で、まず、エレキベース編は後ほどご紹介しますけど、エレキギター編です。これ、またかやってるかもしれませんが、まず、ベースも共通なんですけど、一番大事なことです。改めまして、見た目で選びましょう。見た目が一番大事です。この後、アコギ編よりも、もうちょっと小難しいこと、わちゃわちゃ、この後、私喋りますけど、見た目がとにかく大好きだったら、私の言うことは全て、この後は無視してもらって大丈夫です。それぐらいくどいようですけど、見た目は大事です。見た目は、演奏してる人が頑張っても、なかなか変えられるものではありません。本人が、どうやって努力したって。音とかね、演奏テクニックとかは、聞く人が頑張ればどうにかなりますが、見た目だけはどうにもなりませんので。まあ、長い年月かけてレリックするとかね、そういうのはあるんですよ。あるんですけど、まあ、見た目は変えられないので大事です。テンション上がるもの、一緒に長い付き合いになりますので、ギターは。自分が大好きでテンション上がるものを選ぶのが間違いないです。とは言っても、それ以外にもいろいろあるだろうっていうのが本題ですよね。はい。で、エレキギターの場合は、アコギより若干ちょっと小難しいことを言います。というより、アコギはもう結構私、ある意味、なんか、ズドーンと見た目で選べって、ぐらいがメインぐらいで言ってましたけど、エレキの場合、なかなかちょっとですね、アコギほど簡単にはいかない一面があるので、そこはちゃんとお伝えしとかないとなとは思ってるんですよ。次に大事なことを言うとですね、エレキギターの場合です。ちゃんと調整をやって店頭に出しているであろう。あと、買った後も、相談に行けるような、調整をちゃんとやってくれそうな人がいる楽器屋さんで初めてのギターは買うことをお勧めします。私は。というのも、まあ、ギターは、アコギも実はそうなんですけど、いわゆる調整が結構重要です。特にこれから始められる方にとってはですね、だって、これから始められる方って、調整どころか弾き方も何もわからない、わからない状態だと思うんですよ。で、エレキギターって、まあ、パッと見てもらえるとわかるように、いろんなパーツがネジでくっついてて、要は構成されてる部品というかパーツの数がアコギより全然多いんですよ。もう、パッと見でわかる通りなんですけど。で、そのネジをどう回したかとか、あとは、明らかに、なんていうんですかね。回しちゃいけないような位置に、簡単に触れちゃいけないような位置に回せるような、ね、ボルトとか、ネジとかいっぱいありますけど、その辺回すと、いろいろ変わっちゃうんですよ。こっちから、ね、音から何から何まで。っていうのを、ある程度ちゃんとした上で弾きやすいようにね、これから始めるぞっていう人にもね、ちゃんと、
ズがないように引きやすいような状態で店頭に出してくれてる。で、買った後もね、相談に乗ってくれそうな、ちゃんと調整ができる人がいるであろうお店で買うことを私は強く、まあ強くでもないですかね。まあ、見た目が好きだったら全然いいんです。もう無視してください。けど、結構大事です。ヘリキーターは特に調整が結構大事だったりします。気軽に相談できそうなところでお店で買うのがいいんじゃないのかなと、特にエレキの場合は思っています。で、次にもう一個、そう、調整の話で一つ言っとこう。ですね、こういうやつ、フェンダーのいわゆるストラトキャスターっていうモデルですね。エレキギターってどんなのって言われたら、パッと大体の人がこういうのを思いつくんじゃないでしょうか。まあこのモデル、フェンダーの以外いろんなメーカーからまあこういうタイプ出てます。で、まあよくオールラウンドに使える初心者向けモデルだよってよく言われてることは多いんですよ。実際それは間違ってないです。ただ一つ言っておくと、シビアに、さっき言った調整をシビアに追い込んでいこうとすると意外にストラトって難しいです。まあ使い方によるんですよ、もちろん。で、そんな言うほど初心者の方にとってはそんな緻密に調整追い込まんでもいいやろとは思うんですけど、ただ事実としてストラトは正直調整は簡単なギターではないです。どちらかというとね、アームもついてるし、ネックはボルトで止まってますし、ね、そこのネジの回し具合とかによって全然弾心地変わってきますので、で、その弾心地も何て言うんですかね、100人に触ってもらって全員が100点満点っていう調整ってないんですよ、なかなか。あ、見た目かっこいいマスターさん。そう。けど、見た目は大事です。見た目気に入ったら私の言うことは全部無視し、それを選べば間違いないです。そう。それは、もうそれだけは言っときます。はい。どこまで話したっけ？そういう意味でも、ちゃんと、なんかその辺のことを分かって、ちゃんとしっかりメンテ調整をした上で、新品であってもね、新品もやっぱり個体差もあるし、使われてる木材って同じ種類の木材であっても、全然個体差はあるんですよ、やっぱりパーツのね、工業製品ではありますが、なのでその辺をちゃんと面倒見て出してくれてるお店の方がいいんじゃないのかなと私は思います。と、それと関連することでですね、まあこの手のストラトとかもそうなんですけど、これよく見るとこんな感じで棒がひっついてます。これすごい雑な紹介の仕方すぎると、音をギュワンギュワンさせるトレモラーグっていう棒なんですけど、この手の棒がついてる、もしくはこれ、まあ、大体店頭で飾られるときこれついてない状態で飾られてると思うんですよ。根元のところに穴が開いていて、そこでくるくるネジで回して取り付けられるようになってるんですけど、この手の棒がついている、もしくは、棒が取り付けられるようになっているタイプのギターは、ですね、弦の交換、弦も消耗品なので交換しないといけないんですよ、定期的に。で、弦の交換が初心者にとってはちょっとだけめんどくさいと思っておいてください。なので、もうとにかくめんどくさいのが嫌だっていう人は、この棒がついてないのを選ぶといいと思います。ただ、この棒があることでできることもあるので、それはそれでね、派手なギュワンって音出したいよっていう人は全然気にせずにこれを選べばいいと思います。めんどくさいって言っても覚えりゃ全然慣れればなんてことないと思います。あと、こういうやつとかね、こういうやつはさらにめんどくさいですけどね、私の
あの普段メインのね絵で持ってるこのぐにゅって曲がったやつ、この手の棒がついてるやつは弦の交換が超絶めんどくさいです慣れないと。だけどあのかっこいいと思ったらそれを選べばいいんです、はい、ただめんどくさいはめんどくさいです。なので初心者の人はある程度ちょっと覚悟して選んだ方がいいかもしれません。ただあの親切な店員さんいる楽器屋さんだったらその辺のこともちゃんと教えてくれると思いますので、あの弦交換 の, あのビグスピーの、まあ、ビグスピーって言うんですけどね、ついてるギターの弦交換のやり方とかね聞けば教えてくれると思いますので、あのそんなに過度に怖がる必要はないと思います。あとこういうすっごいメカメカした棒が、棒の先にすっごいメカメカしたパーツがついてるタイプね、これもまあ弦の交換がちょっとめんどくさいんですよめんどくさいと言ってもまあ慣れてしまえばなんてことないと思うんですけど、ただ若干めんどくさいよっていうのだけ頭の片隅に覚えておいてもらえるといいんじゃないのかなと思います。ただ繰り返しになりますが、全然初心者向けじゃないよって言ってるわけではないです。ただ単に弦の交換がちょっとめんどくさいよっていうだけなので、別にそれでもかっこいいしなんか音が好みだからこれにしましたっていうのはもう全く間違ってないし、その通りだと思いますので、はい、ということで、なので、まあ、まず見た目で選ぶ、その後調整ちゃんとできている、もしくはやってくれるようなまあちゃんとした楽器屋さんだったら全然問題ないと思うんですよ。で楽器屋さんで相談しながら最初のギターを手に入れると、あとは棒がついてるやつは若干弦の交換とか調整がめんどくさいけど、まあ慣れればなんてことないよっていうのが結構大事なことです。他はですね、やっぱりアコギの時もそうだったんですけど、実際に持たせてもらうのってすごく大事です。特にエレキの場合なんですけど、座って構えるんではなくって、ストラップをつけた状態で、ストラップ多分お店に言うと貸してくれます。なのでストラップをつけた状態でぜひ持たせてもらってください。結構座って構えるのと立って構えるのって印象変わると思うんですよ、エレキは特に。アコギに比べるとボディも重たいですし、だからストラップつけた状態で構えさせてもらったら結構ねしっくりくるか来ないかっていうのが分かりやすいと思いますので、それもまあお店の方にこれから始めたいんでちょっと持ってみたいんですけどって、まあ、できればなんか立って持つとどんな感じになるんですかって聞いてみれば、まあストラップ貸してくれると思いますので、もっと構えてみるといいんじゃないのかなと思います。で、逆に結構ググって出てくる情報、初めてのギターの選び方とかでここを気にしろって書かれてるポイントでよく書かれてるのがピックアップの種類。ピックアップ、まあエレキにマイクみたいなパーツがついてるんですよね。この今映ってるストラトだと白くなってるところに3列になんかなんていうかな、長方形みたいな、長方形じゃないんですけど、マイクみたいなパーツが3つついてるのが分かると思うんですよ、弦の真下あたりに、まあ、これがピックアップっていうパーツで音を拾ってるわけなんですけど、これはですね大きく分けると2種類ありまして、シングルコイルとアンパッキングっていう、要はこれが1列のだけのタイプと2列ダブルでついてるタイプっていうのがあるんですよ、大きく分けると。でよくなんかね初心者向けの本とかあと雑誌とかあとウェブサイトとかでこの2種類どっちか選ぶのが大事だよみたいなことを、音が違うからみたいなこと書かれてますけど、私は正直そこはあんまり過度に気にしなくていいんじゃないって思ってたりします。特殊なジャンルやられたいっていう最初から決まってる方は別ですよ。例えばもう最初からメタルやりたいんです、メタル以外やりたくありませんって言ってる人はハンバッキングのギター選べば問題ないんですけど、そうじゃなければどっちでもいいと思うんですよ、正直なところ。
ことが違うのは確かにそうなんですけど、なんかね、最近特にですけど、シングルコイルっぽい音とハンバッキングもあれば、なんかすっごい歪ませるとパワフルでハンバッキングみたいな音出すシングルコイルも普通にありますからね。だし、ピックアップ、気が変わったら乗せ替えられますしね、改造して。なのでピックアップは逆にあんまり私はこだわるポイントではないんじゃないのかなと思ってたりします。特に、初心者の方が最初に選ぶ一本としては。ただそうは言ってもというのであれば、好きなミュージシャンの方、例えば好きなバンドとか好きなミュージシャンの方がいる方、あとはギター買った後この曲弾きたいなとかっていうのがある方だったら、その曲を弾かれてるアーティストさんとか、あとギタリストの方が使ってるのと同じタイプを選んどけば、まあまず間違いないです。なので YouTube とか見れば MV とか見れるし、あとググったらその人がギター構えてる画像とかも多分いっぱい出てくると思いますので、その時になんかどういうタイプのギター使ってるかっていうのを見て、でピックアップの、まあ、シングルとハムどっち使ってるのかって見て、まあ同じようなタイプを選べば基本は何も問題はないんじゃないのかなと思ってたりします。なので私はピックアップよりもどちらかというとね、ストラップ持って構えてみた方が結構大事なんじゃないのって思ってたりはします。と、構えてみるでいうともう一個大事なことがありまして、アコギの時は特に言わなかったんですけど、なぜならアコギにそういうタイプがあんまりないんで、ネックをちょっと気にしておいてください。ネックと指板を、エレキギターはなんですけれども、なんて言うんでしょうね、ネックの裏面もそうなんですけど、指板面、要は左手の指で押さえるところの面があるじゃないですか。あそこが、塗装されてるタイプと塗装されてないタイプがあるんですよ。質感で言うと、もうツヤツヤでトゥルトゥルなやつ、塗装がそかれていて、この今画面で映ってるストラトも多分塗装されてるタイプですよね。こういう色が薄いタイプの木材使ってるやつってよく指板まで塗装されてたりします。よく逆に濃い茶色の指板のやつは、まあいわゆるなんていうクリア、クリア塗装みたいなそういう質感じゃなくって、もう木の素地みたいな感じの質感、アコギと一緒ですよね。だから木肌むき出しみたいな、まあ、本当はむき出しじゃないんですけど、なんかトゥルトゥルなのか、ちょっと木のぬくもりを感じるザラつき具合なのかっていう違いがあったりします。指板の使われてる木材とか塗装の違いで、これ結構好みが分かれるんですよ。ギター長く弾いてる方とかでも。なので最初自分でまあストラップ突き刺してもらって立って構えた時にネックとか指板もちょっとにぎにぎしてみて、なんかちょっとこのツルツル具合がすっごく嫌だなとか、逆にツルツルしてる方がなんか気持ちよくていいなとか、なんかその辺を気にして選ぶのもいいのかもしれません。これも簡単に変えれないとこだし、一回ですね塗装されてる、要は塗装が乗ってるメイプル指板のギターに慣れちゃうと、結構次に塗装されてないローズウッドの指板のギターに持ち替えた時って結構違和感があると思うんですよ。私は逆のパターンなんですけどね、使ってるギター基本塗装されてないタイプのギターばっかり使ってきたので、まあ、塗装されてるタイプのやつって結構違和感がすごいみたいな感じになるので、そこ結構好みになるので、まあ、とにかくだからそれも含めて、持たせてもらってしっくりくるかどうかを、シングルコイルかハムバッキングかっていうのを気にするよりは、なんかそういうところを気にしてみた方がいいんではなかろうかと思ったりもしますね。はい。
私は結構その辺は大事だと思います。とエレキの場合ですが、アコギにはない一つの問題としてですね、これだけでは音が出ないんですよ、残念ながら。なので、音を出すためにはアンプが必要なんですけどね、ギターの、エレキギターの場合、まあ、アンプっていう、まあ、スピーカーみたいなやつで、それにシールドっていうケーブルでつないで音を出すっていうのがエレキなんですけど、で、これから始められる方、初心者の方は特になんですが、何かしらアンプは一緒、アンプとシールドは何かしら一緒に買った方がいいです。そうじゃないとあんまりいい練習になりません。これベースの時でもさらに言うんですけど、結構そのアンプに繋がない状態でちゃんと弾けてるつもりになってても、アンプ繋いだら全然あ弾けてなかったってなることがあるんです、割と。アンプを繋いだ状態でちゃんとエレキの音を出してじゃないとあんまりいい練習にならないことが多いので、まあちっちゃいやつとかね全然いいんです。楽器屋さん行くと初心者セットみたいな感じで安く、なんだろう、おまけでつけてくれたりするようなやつとかもあったりすると思いますので、何かしらその繋いで鳴らせるようなアンプは一緒に買っておくことを強くお勧めします。ただ最近あれですよね、なんか私ちょっと一昨日かな、この配信のために調べてて見たんですけど、 Bluetooth で鳴らせるアンプ今おまけでつけてくれたりしてるとこあるんですよね。なんかおまけなのかちょっとよく見てなかったんですけど、なんかめちゃくちゃ小さいミニサイズだけど見た目が可愛い、なんか本当に昔のラジオみたいな見た目の Bluetooth のアンプつけてくれるところとかもあって、あーそうですそうです、ヘッドホンつなげるアンプでもいいです。そうですむしろ集合住宅とかお住まいの方はなかなかアンプから爆音で鳴らせないと思うんですよ。ちっちゃいアンプとは言ってもそこそこの音量出ますので、だからヘッドホンでつなげるアンプでもむしろそっちの方がいいんじゃないのかなと思います。その方が時間気にせず練習できますしね。でヘッドホンでつなげるアンプだと大体さっき言ったみたいに Bluetooth で、ね、スマホから音楽飛ばして一緒に鳴らしながら練習できたりとかもできるやつもどうもあるっぽいですし、そうじゃなくても外部入力の端子つないで そこで音楽流しながら練習できるやつとかもありますので、ヘッドホンアンプでも、ヘッドホンアンプがむしろいいんじゃないのかなと思います。で、そんな感じでできるんだ。そうなんですよ。私も結構ちょっと、さっき見ててびっくりしたんですけど、Bluetooth のアンプが今初心者セットとして売られているっていうのを知って、しかも見た目が結構おしゃれだったので、すごいなと思って見てました。何かしらアンプはあった方がいいです、ね。アンプがあった方が、あとアンプのつまみいろいろありますので、それこのつまみ上げた時に音がどう変わるとかその辺も分かりながら練習した方が絶対に楽しいしいいと思いますので、でその辺もただまあさっき言った調整ちゃんとやってくれるような楽器屋さんに行けば親切に教えてくれるだろうと思いますので、これちょっと誤解を招くかもしれませんが、親切に教えてもしくれなかったら別のお店に行ってください。ね、まあ怖がらずにそこは聞いた方がいいと思います。はい。こんな感じで。エレキはまあただアコギに比べると本体以外にもいろいろいるものがあるのでちょっと大変ですけどね、いろんな音が作れて楽しいぞと言っておきます、はい。ちなみに私の初めてのギターはですね、
初めてのギターはアコギだったんですよ。私実はアコギからだったんですよ、ギターは。でエレキはもう今メインで使ってる黒いやつ SG っていうタイプなんですけど、あの形が私昔から好きで、最初のギターもあの形でした。なので、お揃いがいいっていう方、SG もいいギターだからおすすめだぞ。軽いですしね。ああ、エレキとアコギの両方の誘惑で一生揺らいでる。あ、両方買っちゃえばいいんじゃないですか。とか言ってみたら。ですね。エレキとアコギの両方の誘惑で一生揺らいでる。ああ。けど、弾き始めたら遅から早くで両方持っていることになってそうな気はしますよね。そのうち両方欲しくなっちゃう。ただ、あ、そうだ、これは言っとこう。ですね。どちらから始めようか迷ってるのであれば、私は、アコギから始めた方がいいんじゃないのかなと思ったりします。なんでかっていうと、アコギの方が、弦がちょっと太いんですよ。弦の素材も違いますしね。で、アコギの方が、実は、左手押さえるのに力いるんですよ。逆にアコギに最初慣れて弾けるようになって慣れておけば、じゃあ次エレキやってみようと思ってエレキ持ち替えた時結構弾きやすく感じると思います。私がそうでした。逆に最初エレキで始めてアコギに持ち替えたら結構わきつって人によってはなるかもしれません。なので両方買っちゃうのが一番いいんですけどとか言ってみたりするんですよ。あまり無責任なことは言えないですね。だからどっちから始めようか迷ってるんだったら、アコギの方から始めた方が結構ゆくゆくはエレキももう弾くつもりなのであればエレキ弾いた時結構楽かもしれませんっていうのは言っておきます。私はそのパターンでした。はい、そんな感じでございます。では次はですね、エレキベース編でいきましょうか。エレキベースはまあこれも基本は一緒です。見た目で選んでください。しつこいなって思われるかもしれませんけれども、あ、ほらアコギか。まあただそこはもうこうすれば絶対いいっていうのはないので、楽器屋さん行ってこれが好きだっていうのをエレキでもアコギでも選んでみるのがいいと思いますよ。私はただアコギ弾いててエレキに繰り返しになりますけど、エレキに持ち替えた時は結構楽に感じると思います。はい、でベースですね。なかなかだからこれベーシストの人に怒られちゃうかもしれないですけどね、バンドをやってなくて私はベースがやりたいベースしようってなる人ってもう結構いろいろな意味で定まってる人だと思うんですよ。よく言われるのがベースしか空いてるパートがなかったからベース始めましたみたいなパターンが多かったりするかもしれないです。こんなこと言ったら本当にベースの人に怒られちゃうからあんまり言わないのかと思うんですけど、そんな方でも、そうじゃなくてベースが純粋に好きでベース始めてみたいなっていう方でも、じゃあどう選べばいいのっていうエレキベース編でございます。ですね、これもくどいようですが見た目が一番大事です。これからエレキと同じかそれ以上に難しいこともいろいろ言いますけど、見た目が好きなベースだったら私がこの後言うことは全部無視してもらって大丈夫です。見た目でテンションぶち上がるやつをまず選ぶのが一番大事ですっていうのはあるとして、そうは言ってもじゃあいろいろあるし何を選べばいいんだっていうところですね。あとは
大事なことを言っておこう。ですね、ベースは本当に最近罠があるんですよ。罠って言っていいのかな。言っとくとですね、高井田真希さんパートがそこからしかなくてベースを始めました。あ、すいません、なんかすいません。けど実際そういう方って多いとは言われております。でベースの話に戻りますが、最初に言っときます、念のためですが、弦が4本あるやつを選ぶのがいいです。最近本当に罠がありますからね。本当に初心者向けの方がうっかり手に入れられやすい金額で5弦ベース普通にありますからね。まあ全然いいんですよ、最初から5弦ベース選ぶのも全然いいんですけど、まあ全然いいです。ただ最初に選ぶ楽器としては、ね、いろんな意味で4弦のオーソドックスなやつから始める方がまあスムーズだったりはしますよね。あと弦ベースの弦高いからね。まあ普通にベースの弦ただでさえいいお値段しますけど、はい、なので弦がまず4本生えてるやつを選びましょうっていう結構意外な罠がありますので念のためご注意ください。あとはですね、ベースの場合はさっきエレキで言ったことと被るんですけど、ストラップつけさせてもらって立って構えるのがエレキギター以上に重要です。というのもベースなかなか重たいです。あ、音源がいいしフレットもあった方がいいですね。あ、そうですね、さすがに初心者の方がパッと手に入れられやすいやつでフレットレスはまあメイドインジャパンのフェンダーとかで、ね、まああるっちゃありますけど、しれっと。まあ、そうですね。弦が4本生えてて、フレットがちゃんとあるベースを選びましょうっていうことで。ギターはさすがにですね、初心者向けの7弦ギターとか8弦ギターはないので、あれですけどね。あ、藤川さん、わかりめひかし、来ていただいてありがとうございます。はじめましてですね、ここでは、配信では、バーチャルミュージシャンの村山かがりと申します。同じ3回目、初心者の方向けの初めてのエレキギターエレキベース選び方編をやっております。来ていただいてありがとうございます。そうですね、ベースは分かりやすい罠が分かりやすいのか、うん、意外な罠がありますので繰り返しになります。弦が4本あってフレットがちゃんとあるやつを選んでください。ギターはさすがに7弦8弦はないですし、フレットレスのギターなんてもう一部の変態さん用だけなんで、さすがに普通の楽器屋さんには置いてないんで大丈夫でしょう。ベースはただ罠がありますのでご注意ください。はい、で続きですが、ベースの場合は、ストラップをつけさせてもらって立って構えさせてもらうっていうのがエレキギターよりもさらに重要になります。ベースはただでさえ重いので、重いのとあとネックも全長もギターよりやっぱり基本長いですから、私みたいなね、ちびっこの、ちびっこって言ったらごめんなさい、失礼ですね。小柄な方だと、リアルに持っててめっちゃ疲れるっていうのがあるんですよ。指が届かないうんぬんよりもマジで疲れるというのが。あ、そうですね。マジでそうです。思想は、特に初めての方ですね。もう、ガンガン弾かれてる方は別にいいと思うんですけど、これから始めたいっていう方は特に、アコギは別に、そんないいと思うんですけど、エレキギターエレキベースは本当にストラップ楽器屋さんにお願いして、つけさせてもらって立って構えてみてしっくりくるか来ないかっていうのは見といた方がいいです。本当に腕が突っ張っちゃって普通に弾いててすごい疲れるとかっていうのがありますからね。ベースは本当に、私正直普通のフェンダーのプレシジョンベースとか正直きついですからね。構えた時、私みたいな指も短いしちびっこなので、私はだから特にベ
レスの場合は本当に立って構えてみて疲れないかとか、しっくりくるかっていうのをしっかり見た方がいいと思います。それを強くお勧めします。はい、と、しっくり感で言うとネックの形ですね。よくよくパッと検索して出てくるウェブサイトとかであるのがショートスケールとかミディアムスケールがいいよって書かれてますが、それよりはどちらかというとネックシェイプです。私的には大事なのは、私前回の配信でも言いましたけど、指めちゃくちゃ短いんですよ。本当に小学生かっていうぐらい、小学生に負けるぐらい下手したら指短いのですごくよくわかるんですけど、もちろんスケールは短い方が押さえやすいは押さえやすいんですよ。ただ音色もちょっと変わっちゃうのでどうしても、だし意外とベースの場合はギターみたいに6つの弦全部押さえるっていうことはあんまりないじゃないですか。普通の弾き方をする場合は、なのでスケールが多少長くてもそこまで物理的に抑えられんっていう場面って意外と少ないです。ただどちらかというとスケール、スケールっていうのは長さですよね。ネック全体っていうと本当は違いますけど、長さよりもネックの形状自体が結構重要で、こっちの方が指が届く届かないは結構左右されるんですよ。届く届かないというか、押さえた時疲れがたまるかたまらないかというか、だから私結構さっき言ったけどプレシジョンベースみたいな普通のやつは結構しんどかったりしますね。これもなのでストラップつけさせてもらって立って構えて指くいって、抑えられなくてもちょっと抑える振りをするじゃないですけど、こうやって指持っていった時に腕に変な力入って疲れちゃわないかなとか、その辺を見ておいた方がいいです。なので体が小さい指が短いからミディアムスケールを選ぶんだ、ショートスケールを選ぶんだというよりは、ネックシェイプというか、握った感触をどちらかというと重視した方がいいです。そうですね、ベースだと大事ですね。あとギターでも同じことが言えてですね、ギターもスケールの違いありますけど結局ネックシェイプなんですよね指が短い当事者からすると。でアコギの時は私前回の配信ではあんまり言わなかったんですけど、エレキの場合はちょっとエレキでも罠がありますからね。昔のフェンダーっぽいちょっと断面で言うと V 字型をしているちょっと太めのネックをしてるけど初心者が手に入りやすい価格帯でしれっと置いてあるやつっていうのがたまにあるので、その辺も握ってみればもう他のと比べて明らかに太いし形状もちょっと変わってるので分かると思うんですよ。これ太って、逆にその太いのが握りやすいって人も指長いとか手が大きい方だったらいるかもしれないので、そういう意味でもネック握ってみるのが大事ですね。さっき言ったその指板に塗装されてるかされてないかっていうのを含めてですけど、そうで、さっきエレキのところでも言った通りなんですけど、ベースもやっぱり同じように指板のところに塗装がされてるやつとされてないやつがあるんですよ。色で言うと明るめの色、サイドの薄い明るめの木材が使われてるやつは結構塗装されてる率が高くて、逆に焦げ茶っぽい濃い茶色の色をしてる指板のベースは塗装されてないもう木地でちょっとザラッとしてる感じの手触りのやつが多いんですけど、それも多分好みが結構分かれると思いますので、ぜひ触ってみたり指をちょっと走らせたりしてみて嫌な感触しないかなとかどっちが好みかなっていうのは見てみた方がいいんじゃないのかなと。ベースで結構大事なのってその辺ですね。私はもうちびっこで指が短いのでその辺すごく声を大にして言いたい。本当にしんどいベースは持ってて結構体力奪われていきますのでね。はい、で、あとはこれもいわゆるアクティブベースかパッシブベースかっていう、要は電池で動くタイプと電池で動かない、電池を入れなくていいタイプがあるんですよ、ベースは。
正直どっちでもいいです。なんかパッシブのベース選んじゃったからこのジャンルの音楽できないとか、得意分野はもちろんあるんですけど、あんまないです正直。なのでその辺はあんまり気にしなくていいです。ただ店員さんに聞いといた方がいいです。これ電池使うタイプですかっていうのは、電池入れないと動かないタイプ、いわゆるアクティブタイプのベースって電池が切れると音が出なくなっちゃうので、それをあらかじめ知っとけば音が出なくなった時にテンパらなくて済みますので、そこはちょっと確認しといた方がいいです。ただ選ぶのはどっちを選んでもいいんじゃないのかなと思います。はい。あとベースはあとはエレキと一緒で。アンプですね。これもやっぱりアンプを基本はベースはつなぐ楽器なので、ライブの時は実際はアンプにつながずに、ダイレクトボックスからそのまま PA さんに送るっていう方も場合も多いですけど、ベースもやっぱりアンプ、ミニアンプ、ヘッドホンアンプでいいので、何かしらちゃんと出せるものを一緒に買われた方が絶対いいです。あ、同じくちびっこなので国産のモダンなやつがしっくりきます。あー、そうですか。そうですね、いわゆるモダンな、いわゆる今風のやつって基本ネックは握りやすい形をしている、かつ扱いやすいものが多いですよね。で、アンプですね。でベースの場合さらにエレキ自体よりある意味重要かもしれません。ベースって結構ですね、演奏するときに音をきれいに止める技術っていうのが大事なんですよ割と。まあエレキもそうなんですけど、ベースの場合は特にですね、半分打楽器に近いですから、どちらかというとベースってリズム楽器なので、結構音をきれいに止めて音が鳴らない状態を作るっていう技術が結構大事だったりもしますので、そういうのってアンプで繋いで音を聞きながら練習してないとうまくできてるかどうかが全然わからなかったりするんですよ。なので、エレキギター以上にある意味シールドとあとちっちゃいやつでいいんでミニアンプを一緒にお持ち帰りされることをお勧めします。楽器屋さんによっては初心者セットということで、セットで販売してくれるところもあると思いますので、ベースにもあるのかな、さっき言ったBluetooth で飛ばせるやつ、なんか見た目本当におしゃれだったのでいいなと思いました。はい、そんな感じでございます。まとめますと、エレキギターもベースもですね、必ずってあんま強い言い方はあんましたくないですけど、私は強くお勧めします。楽器屋さんにちゃんと調整をやってくれてるような楽器屋さんに行ってストラップをつけた状態で立って構えさせてもらいましょう。それでしっくりくるかどうかをしっかり見てから、お気に入りのやつを選ばれるといいんじゃないのかなと思います。シングルコイル、ハンバッカー、パッシブ、アクティブとかショートスケール、ロングスケールとか、その辺は割とどうでもいいです。どうでもいいことはないんですけど、それよりも、立って構えてしっくりくるかを見た方がいいですよね。そうですね、音の長さや音を出さないことが、そうですね、グルーブ出すのは重要ですからね。その辺の練習が、エレキギターもそうなんですけど、アンプからちゃんと音を出してないとうまくできてるかできてないかは自分でも分かんないんですよね。だからアンプは一緒に手に入れた方がいいです、絶対に。ということで、こんな感じでちょっとざっくりですけれども、私なりの視点でこれから始めたいよっていう方向けに、エレキギターとエレキベースの選び方の注意点ってほどでもないですけどお伝えしました。ただ繰り返しになりますが、見た目がやっぱり一番文句なしに大事です。見た目がもうとにかく好きで好きでしょうがないやつに出会ってしまったら、私が今日言ったことは全て無視してそれを選んでしまって全く問題ないです。たとえ弦が5本6本生えてるベースだろうが、フレットがないベースであろうがそんなこと言っていいかな。そんな初心者向けで変態チックな楽器ってないでしょ、そんな。あ、
けど一つ言っとこう。大事なことです。体小さいから手が小さいからといって、ミニギターは選ばない方がいいです。最初の楽器を選ぶときに。これ、アコギの時もそうなんですけど。というのも、最初からそれで慣れちゃうと、いざフルサイズの楽器を持ったときに、すごく弾きづらく感じちゃうと思うんですよ。なので、最初の一本として、ミニサイズのものを選ぶのは、私はあんまりお勧めはしません。これはちょっと大事なことなので、言っときます。はい。っていう感じです。これまあこれもあくまで私の意見ですけどね。はい。そんな感じで、お送りしました。初めての楽器の選び方でした。前回アコギ、今回エレキギター、エレキベース編とお送りしましたけど、まだまだ多分これってどうなのみたいな分かんないこととか、ね、実際これから特に始められる方とか、多いと思いますので、追加でこういうテーマで係りに。私にかかってほしいとか、教えてほしい、うん、どうなんだろう。語ってほしいっていうのがあったら、かがらじお便り募集しておりますので、なんか、それで追加でご質問投げていただければ、また次回以降の、ゆらやまかがりのかがらじで、お答えさせていただきますので、私なりの独断と偏見を混ぜつつですね。はい。そんな感じでございます。あとそうだ、前回、言いましたね。アコギの時もちょっと言ったんですけど、結局どこのギターベースがおすすめなのって言われた時ですが、アコギの場合は、前回の繰り返しになりますが、正直、私、これ、私の独断と偏見ですよ、完全に。話半分に聞いといてくださいね。アコギの場合は、他のメーカーに比べて、特にもう初心者向けの方の、まあ、新品で5万円以下で手に入るものって限定した上でのお話ですけど、ヤマハのアコギが他のメーカーに比べると、頭1つか2つ分ぐらい、作りの良さとかしっかりしてる具合では、頭1つか2つ分ぐらい抜けてます。抜けてると思いますっていうのは、前回の配信で言いましたけど。じゃあ、エレキギター、エレキベースはどうなのっていうとこなんですけど、やっぱりヤマハのやつって作りはいいです。ただ、これアコギと一緒なんですけど、他のメーカーが作りが良くないかというと全然そんなことで全くないです。むしろ、ヤマハは良すぎるところを突っ走っちゃってるっていうだけです。他のも普通にいいです。だし、見た目で、やっぱりエレキの場合特に、エレキギター、エレキベースはビジュアルがとっても大事です。色もいろんなカラーありますしね。だから、あんまり、なんていうの、他にもネットで調べると、初心者におすすめなのはこのブランドだとか、あとは、なんか、私、この言い方あんまり好きじゃないんですけど、このブランドは絶対に手を出してはいけないとか、このギターは買ってはいけないみたいなのがありますけど、その辺は、あんまり気にせずに、ぜひ見た目で選びつつ、さっき言ったみたいにストラップお店の方から貸してもらって立って構えてみてしっくりくるのを選べばいいんじゃないのかなと思います。あれですよ、高いギターがいい音するかっていうと、ヤマハって見た目で敬遠されがちですね。そうなのか。けど言わんとされてることはわかります。優等生なんですね。ぶっちゃけ、ヤマハは。エレキの場合は特にですね。アコギもまあそうなんですけど。ただ、ただですね、ヤマハってたまにすっごい頭おかしいモデル出しません。頭おかしいって言ってすごい失礼なんですけど。で、私、前の配信も言いましたけど、またヤマハの従業員とかヤマハの回し者とか案件受けてるとかそういうのでは全くないですからね。たまに本当に頭おかしい楽器出しますよね、モデルヤマハって。初心者向けであんなに優等生なやつを出しながら、具体例で言いますと、リンプビスケットのウェスボーランドモデルのめちゃくちゃかっこいいやつとか、ちょっと前にありました。確
確かにそう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 、他のメーカーはコピーモデル作ってるけどヤマハがオリジナルすぎるから、まあそれもありますよね。実は結構オリジナルシェイプマシマシですよ、ヤマハ、ヤマハのギターベース。なんか優等生なのかぶっ飛んでるのかよくわからない不思議なメーカーでもあったりします。はい、こんな感じで、まああと前回の配信ちらっと言いましたけど、私一応レコーディング用に使ってるベースはヤマハのやつを使ってたりしますけど、はい、そんな感じでございました。はい、またちょっと楽器テーマで次回以降も取り上げさせていただくかもしれませんので、その先は、あとはこんなテーマで話してほしいとかあったらまたお気軽に言っていただければと思います。そんな感じで、初心者の向け、初心者の方向けの楽器の選び方でした。本当にいい楽器と巡り会えることを祈っております。楽器ライフ応援してますので私は。はい、では次のコーナーです。かがらじお便りご紹介のコーナーでございます。ゆねのかがりのかがらじでは、リスターの皆様からのお便りを募集しております。今回もですね、ありがたいことにいただきましたので3通ご紹介させていただきます。ということでまず1個目のお便りです。はい、マシュマロからいただきました。つい先日人生初めての日本酒を買ったのですが、正直何が美味しいのか分かりませんでした。お酒好きのいろいろな係さんならきっとどんなお酒でも美味しく飲める方法を知っているはず。日本酒を美味しく飲める方法を教えてください。私そんな大層なものでもないですからね、全然。ただお酒が好きってだけですからね。で、あと日本酒正直私全然詳しくはないんですよ。なんですけど、まあ飲みますよ。ちょっと本当に詳しくはないんですけど、私なりにちょっとお答えするとすればなんですが、ですね、基本これ私のあくまで感覚なんですけど、日本酒ってそれ単独で飲むとあんまり美味しくないですよね。なんか美味しいものと一緒に飲むことによってベストなパフォーマンスを発揮するタイプのお酒のような気がするんですよ、日本酒って。例えばですけどビールとかワインとかだったらそれ単体で飲んでも割と美味しいじゃないですか。ウイスキーとかもそうですよね。けど日本酒ってなんか単独で飲んでてもあんまり、私の場合は基本おつまみが結構必要な感じはするんですよ。これ私だけかもしれないんですけど、だからなんか、まあ、がっつりした料理じゃなくてもいいと思うんですけど、何かしらおつまみと一緒に飲む方が私はいいんじゃないのかなと思ってたりします。っていうのと、あと日本酒って、タイプがいろいろあってですね、それによってもう別の種類のお酒かっていうぐらい味が全然違うんですよ。すごい頭の悪い言い方をすると、水かっていうぐらいクリアなやつと、あと逆にもう本当に米ジュースっていうぐらい濃厚で甘いやつとか、もうそれで別な飲み物じゃないなんじゃないのかっていうぐらいっていうタイプだと、日本酒ってお米の代わりの感じしますね。だからですよね、多分だからなのか。だからおかずをつまみながら白米食う代わりに日本酒をチビチビやるみたいな、 そういうのが美味しいから、だからっていうことですかね、ひょっとして。確かにそれはあるかもしれないですね。だからこのマシュマロいただいた方が最初に飲まれたお酒がどういうタイプだったのかにもよると思うんですけど、ひょっとしたらそれと全然違うタイプのやつ、だから最初に飲んだのが本当に水かっていうぐらいクリアなやつを飲んじゃったとしたら、逆に今度はもうドボロクチックな、もうゴリッゴリに濁った濁り酒みたいな、
甘いやつを飲んでみるとかすると、なんか、あ、日本酒こんなに美味しいんだっていうのがあるかもしれません。で、なのでまあ白いご飯の代わりにちびちびおかずかおつまみをつまみつつ単独で飲まずにペアで飲むっていうのと、あとはその何が美味しいのかさっぱりわからなかったやつとは別のタイプのやつを探して飲んでみるっていうのがいいんじゃないでしょうかと思っております。はい、って言ってたら日本酒飲みたくなってきたな。はい、ということで、ではお次のお便りでございます。次のお便りです。大人になって良かったなって思ったことや変わったなって思ったことを教えてください。はい、あー、作られた地域の郷土料理とセットで飲むといいですね。確かにそうですね、さすが。あー、確かにそうかもしれないです。なんせますからね、日本全国日本酒って。でやっぱりそこの地域で郷土料理って全然種類も味付けも違いますから、で昔からやっぱり食べられてるものに合うように基本作られてるってことですよね。日本酒もあと焼酎とかも多分そうなんでしょうね。だからあれですね、新潟の酒を新潟の郷土料理と一緒につまむとか、あとは青森の酒を青森の東北の方の郷土料理と一緒につまむとかっていう楽しみ方をするといいのかもしれません。確かにそれはすごくいいですね。あとお酒は癖の強い食べ物とセットって感じです。そうですね、まあ基本的に味が濃いものと一緒に飲むとハマりますよね。けどそれって日本人の特有の飲み方なのかもしれませんね。なんか私はまあ詳しくはないですけど、だってヨーロッパの方の人とかってそれこそワイン、水と同じような感覚で飲みますもんね、らしいですもんね。はい、で次のお便りで、大人になって良かったなって思ったことや変わったなって思ったことを教えてください。お酒を飲んでも怒られないことです。まあそうですね、実際けど お酒が好きだからいいじゃないか。怒られないよ、お酒を飲んでも大人になったら。ですけど、ですね、私結構正直もしできるのであれば小学校からやり直したい願望ちょっとあるタイプなんです。それも純粋にやり直すんじゃなくって、今の記憶とか能力脳みそを持ったままもう一回小学生からやり直したいなっていう、もう、まあ、平たく言うと子供にもう一回なりたいなみたいな欲求って結構あるタイプかもしれないですよね。だから大人になって良かったこともそれはお酒を飲めること筆頭にいろいろあるんですけど、それよりももう一回子供になって良かったなって思うことの方がひょっとしたら量が多くなっちゃいそうです。それどうしよう、いいことなのかなそれって、結構悶々としたりしますよ、なんか。でさっき冒頭のトークテーマガチャでちらっと言いましたけど、私中学校は特にあんまりいい思い出があんまりというかいい思い出がなくてですね、だから防衛本能なんか記憶からすっぱりほぼほぼ中学校の学校生活って消えてる状態なんですけど、まあ、聴いてた音楽とか覚えてますよ、まあ、だけど学校生活すっぽり抜け落ちちゃってて本当に覚えてないんですよ。だけど今の脳みその状態でもう一回小学校からやり直せば多分中学校生活ってそれなりに楽しめるんじゃないのかと思ったりもします。なんか大人になって良かったことというよりはもう子供になってやり直したいことになってますけどね、今の話だと。で大人
逆に良かったなっていうことで言うとですね、まあ月並みですけど、なんていうかな、羽目を外して犯罪とかを犯さなければ自由に行動できることなんじゃないでしょうか。お金をどう使おうが時間をどう使おうが、まあ自分の好きなようにできるっていうのは子供だとなかなかそうはできないですし、あとはさっきトークテーマガチャの時に言ってた、私学校行事 のクラス対抗スポーツ大会とか大嫌いだったっていうのを話をしましたけど、そういうイベントに出なくても良くなったっていうのは大人になって良かったんです。要は強制参加のなんていうんですかね、ロールプレイする機会が、その気になれば、そういう機会をその気になれば減らせるっていうようになったっていうのは大人になって良かったことなのかもしれません。あ、お金に余裕ができて機材がいっぱい買える。そうですよね、まあそれもありますよね。お金を自分の好きなことに、ね、お金さえあれば、ね、どんなことに使っても平気になるっていうことは大人のメリット、大人の特権でしょうね、はい、ですね。ただまあさっきも言った通り結構悶々としちゃうんですよね、この手の質問を考え始めると。やっぱり子供に戻ってもう一回できるとしたらどんなことをやりたいだろうとか考えちゃったりとかね。私がもう愛してやまないアニメのアイカツっていうアニメがあるんですけどね。そのアイカツのエンディングの曲でカレンダーガールっていうすごくいい曲があるんですけど、ベースラインがマチクスかっこいい、その曲の歌詞でも歌ってますもんね。なんてことない日々が大切だって大人はみんなそう言うんだけど、いまいちピンとこないよっていう歌詞があるんですけど、本当にその通りなんですよ。小学校に戻りたいとか言ってたけど絶対戻れないの分かってるので、なおさらだから、なんてことない日々はかけがえないって大人はみんなそう言っちゃうんですよね。けど当事者の時は、私は特に中学校も学校生活嫌で嫌でしょうがなくて、いまいちピンときてないどころかも早く卒業したいみたいな感じだったかもしれません。でも、はい、そんな感じで答えになってるんだった。なんかありがとうございます、マシュマロくださった方。はい、では次で最後のご質問です。はい、歌作りをしていて困難などの壁にぶつかったことはありますか？めっちゃあります、ね、めっちゃあります。ぶつかりまくりです。はい、歌作りだけじゃなくてミックスとかの作業中でも、なんていうんですかね、沼にはまることは結構ありますよね。あとはただ私結構壁にぶつかった時って良くも悪くも方向転換したり、ぶつかった壁を放置することが多いんですよ、良くも悪くもね。だから曲作りしてって壁にぶち当たった時はそれを放置して別の曲を作り始めるとか、あとは全然違う曲にしてしまうとかはやりますよね。ムッコ先生、今回が来ていただいてありがとうございます。今皆様からのお便りを紹介しております。歌作りをしていて困難なのためにぶつかったことが、めっちゃありますというお話をしておりました。だからまあよくも悪くも私は困難にぶつかったらその壁を放置してどっかに行くことが多いので、ただ作ろうと決めた曲はやっぱり作りますけど、ただ大幅に原型とどめないぐらい変えてから作り変えちゃうことが多いです。そういうのは、一番最近で言いますと、2月に MV 付きで発表させていただいたメガロガロポリスっていう曲があるんですけど、私のあの曲も、結構前から歌詞とか構想は、私結構歌詞先行型で
書くタイプなので、構想自体は結構前の段階からあったんですよ。で、こうしたいっていうのもある程度あって、で、レコーディングをし始めたんですけど、なんかどう考えてもかっこよくならないっていう感じになったんですよ、途中で。なんか全然しっくりこないというか、これからどうすればなるんだみたいななった時期があって、でスパッと方向転換して、結構サウンドとか入ってる楽器の編成とか、あとは楽器のサウンド そのものとかをガラッと変えたんですよ、あの曲って。実は途中で、でそしたらめちゃくちゃしっくりきて、ああじゃあこの方向に行こうと思って最後まで仕上げて2月に発表したっていうのがあれです。だから裏話言うと、もともとはもうちょっと荒削りというかラフというか、本当にドラムのサウンドも、ドラムじゃないか、曲のサウンドももっとめちゃくちゃタイトだったし、ギターもあんなに本数入ってなかったですし、あんなに歪んでなかったんですよ、もともと。どっちかというとガレージロックに近いような感じの曲で最初考えてたんですけど、テンポが速くてちょっとハードな。だけど、それだと全然もうどう考えてもかっこよくならなくて、いい感じにもならなくて、うわーってなってて、けど、もうその壁をとりあえず放置して、もういっそ別の曲を作るぐらいのつもりで、なんか、方向転換したら結構それがドハマりして、あ、いいじゃん、これって思って自分の中で仕上げたっていうのはありました。なので、壁にはしょっちゅうぶち当たりまくりです。曲作り中も、歌詞を書いてる時も、ミックスしてる時もなんですけど、なので、壁を一旦放置して別のことをし始めることが多いです。で、案外そうやって、なんか別のことをしてる最中にいいことを思いついたりとかしますもんね、歌詞にしても。なんか、夜あんなにもんもんして悩んでて出てこない歌詞が、なんか次の日の朝何気なくお茶入れてる時とかに降ってきたりとか本当にありますから。だから私の場合、壁にはぶつかりまくりますけど、そのぶつかりまくった壁を放置して別のことをやり始めるっていうパターンがすごく多いですかね。はい、こんな感じでございます。以上で今日のお便り紹介のコーナーです。あー、何事もそういうの大事な気がする、うん、私は自分にそう言い聞かせてます。いい意味で壁から逃げるっていうのも時として大事かもしれませんからね。はい、ということで、かがらじお便り、送っていただいた方ありがとうございました。本当に、で、皆様からのお便り募集しております。この上に書いてあるハッシュタグかがらじお便りで、X ブルースカイタイツ私やってますので、それにこのハッシュタグ付きでポストしていただければ、私が次回以降の、湯山かがりのかがらじ内でご紹介させていただいてお答えさせていただきます。で、匿名がいいよっていう方は、今回の送っていただいた方みたいにマシュマロに同じハッシュタグをつけて投稿していただければ、匿名のご相談ということでこんな形でご紹介させていただきますので、これ音楽以外でも何でもいいです。本当にちょっと私に聞いてみたいことから、おまめの人生相談から、あとはこの配信のご要望とか、こういうのを取り上げてほしい、こういうテーマで話してほしいとか、本当に何でもいいので、私に言いたいこと聞きたいことあったら、ハッシュタグ付きで投げてどしどしください。お待ちしております。あー、寝て起きたら何か思いつくことってあります。あ、イラストを描かれてる方でもやっぱそうなんですね。やっぱだからそういうの結構創作活動されてる方は大事なのかもしれません。壁にぶち当たったら壁に挑まずに放置して逃げるっていうのも創作においては大事だったりするんだなっていうのを改めて思いました。はい、ということで、はい、時刻が夜の12時44分を回っております。皆さん今日も
ゆねまかがりのかがらじ3回目を迎えまして、ラジオ感覚で聴ける縦型配信を目指してお送りしております。初見の方も、生で見ていただいて本当にありがとうございました。よかったら、まだの方はチャンネル登録していただけるとすごく励みになります。右下の方にポチッと押せるボタンがありますので、もしまだだよって方いたらチャンネル登録していただけるとありがたいです。あと、配信の高評価の方も、よかったらお願いします。私は褒められると嬉しくなって伸びるタイプだぞ。はい。だってね、この、ゆねまかがりのかがらじ、一週飛ばしの隔週土曜日、夜11時から定期配信しております。次回のテーマはまだ、決まっていないのですが、決まり次第また X、ブルースカイ、開通、私やってますので、告知させていただきます。次回もちょっと音楽系のお話でいこうかなと思ってたりしますので、ぜひお楽しみにしててください。あと、さっきも言いましたけど、こんなテーマで喋ってほしいなってのがあったら、かがらじお便りつけて、投げていただければ、しっかり読ませていただき、お答えさせていただきますので、お気軽に言ってくださいね。はい。ということで、夜も出てまいりました。日付変わって日曜日ですね。はい。まあ、天気が最近、めちゃくちゃ荒ぶってますけど、あ、ゆるさんか、あ、褒められると私は、褒められると私は伸びるんだぞ。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。はい。最近、天気も荒ぶりまくってますので、皆さん、風邪などひかれぬように。お気をつけてくださいね。はい。明日もなんかちょっと荒れ模様なのでね。はい。ということで、本当に重ね合わせになりますが、皆様生で見に来ていただいた方、ありがとうございます。あと、アーカイブでも結構前回の配信も見ていただいている方いらっしゃったみたいで、ありがとうございます。アーカイブでここまで見ていただいた方も。次回の配信も、3月の、まあ、次の週の土曜日、同じ時間23時から定期放送ということで、第4回のかがらじやりますので、またお気軽に遊びにいらしてください。ということで、今日はこの辺りで、お別れさせていただきます。本当に来ていただいてありがとうございました。お疲れでございます。あ、かがらまきさんありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。それではお疲れです。バイバイ。